皆さんおはようございますということでね、昨日も外れちゃいましたけども、どうですか。今これツイッターのトレンドを見てるんですけどもね、おすすめ、今までずっと小倉美咲の、何日目何日目ということでね、10日目11日目12日目13日目とやって、今日14日目はないんですね。どうでしょうね、トレンド、こういう風なトレンド、しょうもないトレンド、ツイッターがねトレンドにやってますけども、ほらこれにも小倉美咲のね名前が全然上がってませんよ。これどうですか、全く消えちゃいましたよ。神隠しにあっちゃいましたよね、日本のトレンドどうですかね、天使の日とかわけのわかんないのね、これ一回も見たことないですけどね、このツイッタートレンドね、ろくなのが上がってませんよね。ニュースニュースね、なぜかパリの襲撃事件、4人が死亡というね、このフェイクニュースですね、いつものパリの。これ来年の GLE のね、何日前だったかな、244日前だったかな、266日前だったかな、なんかそんな感じでしたよ。佐藤忍、佐藤つながりですね、佐藤達彦とか佐藤元気、ウォンギですね、キムウォンギとか佐藤がずっと絡んでますよね。道端アンジェリカね、道志村から今度は道端に変わりましたか、道志村からね、ウーバーイーツ、マイクロソフト、見てくださいこれね、え N 国と、しょうもないですねこれもね、これも橘隆ですから、志の C つながりですからね、見てくださいこれ、全く話題が消えちゃいましたよ。どうですかね、えまたいつか上がるんですか、14日目はもうなしですか、13日まででねえ、どういうことですか、自然消滅ですか、なんでパリの話題がトップに上がるわけですか。スポーツ、スポーツ全然わかりません、ほとんど見ないんで。何ですかこのアイルランドに勝ったっていうのは、歴史的勝利、八百長ですか、八百長なんじゃないですか。行方不明だったアシカの赤ちゃん見つかるか、これちょっと後で読んでみよう。土壌が話しかけてきたけど、令和元年あと3ヶ月、あそっか、あそういう計算になるか、途中から。この計算もしなくちゃいけないですね、私5月1日のあれで計算してたから。あそれも計算しないといけないですね、令和、まあ5月1日まででね、1年間の残り何日間で出してましたけど、令和元年のね年末までっていうのでね、何日かっていうのを、あ年末までは出してますからね、いつもね、エンターテインメント、退化した議会、過去最高の13億円で落札と、これは
落札された日はいつでしょうね。ドラマ復帰ニュースのこれは鳴宮なんていうのこの人は、フェイクニュースです。まあそういう感じで、あ、この多部未華子ね、多部未華子とね、国家産業のタンカー襲撃がホルムズ海峡でありましたけども、これがね、日付が絡んでますね。日付がね、ゾロ目の日が出てましたよ。これ6月の事件でしたよね。あの国家産業のタンカーが攻撃襲撃されたっていうのね。あれは花の字が使われてましたね、多部未華子の。それから熊田孝樹ね、熊沢秀明とか、今関電でね、刺激が2人も出てきてますけどもね、ちょっと前にはね、北島瑞希っていうのがね、池袋の死体遺棄で出てきてましたよね。北は北朝鮮、島は、島根県、東郷沖にそのミサイルが落下したということでね、この木がねよく出てきてますね。ひろきか高木の木がね、なんだこの香取慎吾新曲 10% 発表ね、10% 香取慎吾がなんかするときはねよく注意しとかないといけないですね。新つながり、おエグザイル、これなんだ、立花健知一般女性との入籍を発表とね。あ、この錦戸亮か、これもねちょっと計算しとかないといけないですね。金つながり、塔つながりですね。またここも塔が出てきてますね。戸田エリカ、これ山梨と関係してるじゃないですか。放送開始、スカーレット、朝ドラエリカ、梨が入ってますね。山梨の梨ね、菊池梨沙の梨と一緒ですね。あ、そういうことですね。あ、これ城島茂、これもちょっとねたくさん絡んでますからね。西島貴弘で誰だろう。5月30日が誕生日、九三っていうのもね3区ですからね。3区27の999の666でね、これもね後で絡むんじゃないでしょうかね。ということでね、もう消えちゃいました、やっぱりね、トレンドおすすめから消えちゃいました。このバンクシーが出てきてますね。バンクシー、この話が出てきてますね。過去最高13億円で落札ね。あ、990万ポンド99ですね。ね、しょうもないバンクシーね。まあね、まあこんなもんなんでしょうけどね、実際ね。自虐ネタをやってるわけですよね。今ね、何ですか、ブレグジットやってますけども、あれもね、33数比ですからね。
10月で確か期限でしたけども、まあどうなることやら、また持ち越しになるんじゃないですか、 EU 離脱は。なんつったってボリス・ジョンソンのジョンソンも33ですからね、33数比ですからね。これ3日ですね、3日競売にかけられたってことですね。3日はどうでした。911から23日目ってことか、23日後か。エリザベスからどうですか。3日は、202日目ということで、22ですね、エリザベスの4月21日の誕生日から202日目ということですね。残りはどうだろうな、どうなるかな、残りはちょっと分かりませんけどもね。年末までどうでしょう、年末まで、年末まで3日はね、残り90日でしたね。こういう日に90日ですね。年始からはあんまり絡まない、102日目ですからね。あ、これおかしいな、276日目ですね、残りの方がねちょっと絡む感じですね。まあそういう感じですよね。消えちゃいました。今度は何ですか、蜷川実花おすすめ変わりましたけども、今ウーバーイーツエゴサイル実花っていうのかな、これ蜷川実花でいいのかな、これ娘かな、あれの、ねえ、ということでね、もう一回見ますけども、私のこれではパリの警視庁で襲撃事件4人が死亡と、これいつの、あ、3日ですね。やっぱ残り90日ですからね、年末まで90日、バンクシーも3日ですけどもね、日付合計数はどうなりますかね。これは3日っていうのは日付合計数はいくつですか。13に13に3足して16ですからあんまり関係ないですけどもね。これもね、もうなんか15人中3人が、あ、また更新があったようですね。最初は4が出てきてますね。4の数字が出てきてますね。これは何でしょう。一応開いてみるか。4月に火災が起きたノートルダム寺院に近い事件後、周辺は警戒のため閉鎖された、4人4月ノートルダム、ノートルダムいつでしたかね。ちょっと日付は忘れましたけどもね。こういうのにも関係するのかな。まああれですね、パリはあの GLE なんかにもよく絡んでますね、この
起きる日、刃物男ね、発砲事件はないんですけども、パリはね、もしかしたらパリテロからの日数も関係してるかもしれませんね。2015年でしたかね、あれね、これはなんだろうね、数字がね、4人が死亡、マルティニーク45歳、イスラム教に改宗していたとね。まあこれも海外の人たちがまたフェイクニュースだということでね、動画アップしてるでしょう。ということでね、亡くなりました、亡くなりました。何が亡くなったかというと、朝の今10時11分ですけどもね、あれのニュースが亡くなりましたよ。美咲ちゃんね、美咲優太じゃなくて野サップ美咲でもなくて、小倉美咲ね、岩戸美咲でもなくて小倉美咲、これの話題がねもうなくなっちゃいましたね。テレビはどうなんでしょう、やってるでしょうか。私テレビがないんで分かりませんけどもね、まあ動画の配信なんかでねちょっと見てみたいと思います。小倉美咲やってるかどうかね、チェックしておきたいと思います。ということでね、おすすめから消えたということでね、13日過ぎた今日14日でしたね。ということで終わりたいと思います。